竜宮城に連れて行ってもらって。あ、これ後ろ泳ぎながら撮ってるわけですよね。そうです。背中に手を乗せて、なんかこう手と甲羅の摩擦で進むぐらいな感じだったので、本当に亀にの半分乗ってるような気持ちで、さすがにちょっと足を乗せたら、あの前入れてこう、うんみたいな感じで怒られたんですけど。調子乗るな。大きい亀なんですね。そうですね。どのぐらいですか。このぐらいだと思います。ぐらい。お子さんなら乗れますね。うん、乗れる乗れる。てか、あのこのカメさんが、前の日も2回あったってこと。はい、3日連続であって、その1日、僕波照間島のオリジナルの地図も自分で作ってるんですけど、そのためにあの実測をしないといけなくて、伊能忠敬みたいに1日歩き続けるんですけど、もう何十キロも歩いて疲れ果てて、でも足とかがパンパンだったので、ちょっと海に入りたいなと思って入ったら、この亀が待ってて、で初日がこういう感じで、あの逃げずにいろんな海の中を案内してくれて、